ん、医師のマニフェスト見たらね、水道の民営化って書いてあるんですけど。そうやんか、市議会で否決されてんのに、うん、またゾロ出してんねん、うん、でこれ見て、うん、ほんまにね、うん、100% 大阪市出資の株式会社作る、うん、だけどね、うん、儲かってる水道の運営だけ見えかして、うん、お金のかかる施設やとか下水道、これはね市に残すんや。え、それずるいんちゃいます？いいね。で民営化のね理由はね、うん、水の量が給水量減ってるって言うねんけど、うん、家庭用は減ってへんねん、うん、大企業がね海外移転したから減っただけや。ずるいな、嘘つきやなそれ。ほんでね、お客様メリット言うけど、うん、水道代値上げしたいね、うんうん、で大阪市はね、うん、淀川があるから水道代安いね、うん、それを一緒にしてたしなみに値段上げたいって思ってんねん。損やわそれ。損やろ、うん、本当の狙いはこれ見て、うん、好きやねんとかボトル水、はいはい、これを海外に売るとか、うん、職員ね、うん、1000人首切って非正規にすんねん。ブラックやわ。そうやね。でね、水道は自治体公の仕事やから、うん、全国で民営化してるとこ一個もないねん。そう、何よりもフランスのパリ市は100年間やで、うん、100年間民営してたのに公共に戻したよ。あ、そう。なんでか言ったら水道代が高い、うん、住民の苦情で、うん、そらそうや、うん、株式会社やから、うん、儲かったら株の配当に回してしまうわけや、うん、なるほど。これではあかんってもん。大阪市もこないなったらあかんね、うん、もうやっぱり柳本さんで市のね民営化やめてもらわなあかん、うん。